久保さんワイルドスピードファイヤーブーストにしましょうかはいあのー、ワイルドスピードってもう20年ぐらい続く映画なんですけど5月19日にまた新作がファーストファイヤーブーストっていうのがこう映画で出るみたいなんですけどもこれね僕の34の値、ね、が上がった一つの要因としてもワイルドスピードがあるんですよね主人公の方がですねワイルドスピード12あたり最初の方で34乗ってて まあその主人公の方途中でね映画撮影中に亡くなるっていう事件もあったんですけども、まあ、ずーっと続いててねまあ、このワイルドスピードっていう映画はまあ、基本的に一番最初なんかは特にあの路上をねあの、このこ違法にストリートを競争するっていうね普通だったら警察に捕まるし違法だしだけど映画の中ではそれが許されるっていうまあ、アクション映画とかもねあとは なんすかね、まあ全般ほとんどそうなんですけどまあ普通にやったらダメだよねっていうところが映画上で描かれていてまああとはその「こんなできたらいいね」って「まあ、ドラえもん」もそうなんですけどね、まあ、そういうのも描かれていてだからその見てもしょうがないよとそれ見てもリアルじゃないじゃんっていうわけではなくできないことあそうやりたいんだけどや,りあのやれないこと車走ってる人なんかはそのね その下道をまあ警察無視でねガンガン走れたらまた面白いだろうし <laughs> まあ車がないっていう前提ですけどねうんなんかそういうのが人間の,そのあれなんじゃないですかねできないことがこうやってくれるっていう応援したくなるというか面白いそこに面白みを感じるというか多分そのなですかねあのーまあ、今回その野球がその日本で優勝しましたけども それが自分が簡単にできることだったら多分ねあのコメントでもありましたけどまあ代わりにやってくれるってことで自分がめちゃめちゃ簡単にできることが報道されていてもまたそれはそれでちょっとあの応援したくなる気持ちもなんないだろうしなかなかねいやそれ俺もできるしみたいなみんなできるよみたいなね <laughs> そうみんなできることが報道されててもあんまりあれじゃないですか うん、もちろんその映画で言うならば映画の中では身近な出来事を映画のストーリー性にして面白くしてるってうのもありますけども結構な割合であの恋愛ものとかもそうですよねなんかそ,そうはならないよっていうんだけども映画上ではそうなるっていうね <laughs> うんだからまあうん情報発信とかもそうじゃないですかね まあ情報発信したいなとか思ってるんだけどもなかなかできない人にとってはこう発信してる人すごいなっていう。久保さんもね、セミナーやってるときに多分いろいろと言われたことあると思うんですけど、あ、YouTube で見てる人だと。あ、久保さんだあの久保さんだみたいなね。別に有名人でも何でもないんですけどね。<laughs> 芸能人、芸能事務所に所属してるわけでもないんだけども、あ、みたいなね。だから見てる人にとってはなんかすごい人みたいになるんですよね。 僕もちょっとセミナーをやってそこはちょっと驚きでしたけどね。いや別に普通なんだけどな、みたいな。別に芸能人、芸能、芸能人じゃないんだけどな、みたいな。別にテレビ出てるわけじゃないし、ただ YouTube やってるだけなんだけど、みたいな話だったんだけども、なんか、それは感じましたね。多分、久保さんもあると思いますね。うん、あの久保さんだ、みたいな。いつも見てる久保さんだ、みたいなね。でも、その人が普通に、 なんか YouTube 自分が発信する側でガンガン YouTube 発信してたらまあそういうものの見方にはならない可能性が高いかもしれないですね。うん、あの久保さんだ、すごいにはならないかもしれないですね。いってらっしゃい。